24日、ウクライナのクレバ外相が、次のようなツイートをしました。ロシアのプーチン大統領が、ウクライナに対する全面的な侵攻に乗り出した。なぜ軍事衝突にまで発展してしまったのでしょうか？その理由を解説します。ロシアが侵攻を開始した理由は様々ですが、簡潔に言うと、ウクライナが将来的に NATO へ加入することによって、NATO 勢力の国境が東に拡大することを、ロシアが恐れたために起きた、です。しかし、NATO って何？納豆？という人にはこの説明を聞いてもわからないと思うので、まず NATO とは何かについて説明します。NATO とは、北大西洋条約機構のことです。1949年の冷戦時に、旧ソ連に対抗するために創設された国際軍事機構、要するにたくさんの国が集まった同盟です。現在 NATO の加盟国は、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランスなど、30カ国に及び、加盟国の軍隊の総数は推定約300万人です。ロシアや中国などは、当然 NATO に加入していません。NATO の最大の特徴は、加盟国のいずれかの国が攻撃を受けた場合、全加盟国が一丸となって集団的自衛権を行使し、反撃するという姿勢です。NATO には人口100万人未満の小国も所属していますが、仮にロシアなどの大国であっても、NATO 加盟国には、迂闊に手出しすることはできないという状況です。で、ロシア側は、ウクライナが NATO に加入することを、めちゃくちゃ嫌がっているわけですね。なんであんなに嫌がっているかというと、これには地理的な要因もあったりします。理由は、ウクライナが緩衝地帯だからです。これに関しては、位置関係をイメージするとわかりやすいです。まず西側、左にあるのが NATO 加盟国です。で、東側、右にあるのがロシアです。まあお互い結構敵同士みたいな感じで、バチバチに火花飛ばしてる関係をイメージしてください。ロシアは旧ソ連時代に、ワルシャワ条約機構という、NATO みたいな同盟を作って、NATO と対抗していました。しかしソ連が崩壊して、ワルシャワ条約機構や旧ソ連の一部だった国が、続々と NATO に加入していきました。これはロシア側からすれば、驚異的だったのかもしれません。自分の国が、じわじわと敵勢力に包囲されていくような感じです。で、ここで問題となってくるのが、ウクライナの存在です。ウクライナは、NATO 勢力とロシアの、ちょうど中間に存在しており、両者の国境のすぐ隣にあります。そのウクライナが、将来的に NATO に加入する、という意思表示をしたのです。これを聞いたロシアはかなり焦ったはずです。ウクライナが NATO に加入すれば、敵勢力と国境を共有することになります。ロシア側は、NATO が東側へ勢力を拡大するのを、やめるように強く要求しています。しかもウクライナとロシアの国境から、割と近い場所に、首都のモスクワが存在します。ウクライナが NATO に加入すると、国境に配備された兵器が、首都モスクワまで届く可能性も出てきます。プーチン大統領はおそらく、これ以上の NATO の東への拡大は許さない、という意思表示のために行動に出たのではないでしょうか。プーチン大統領は、諸外国は手出ししてこないだろう、と判断したからこそ動いたはずです。もしアメリカをはじめとした諸外国が、この武力衝突に手出しをしないことが判明すれば、例えばそれを見て学習した中国が、武力で台湾問題を解決しようとする可能性も考えられます。というわけで今更ではありますが、私たちもこういう問題に興味を持って、真剣に考えるべき時が、そろそろ来ているのかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。